最近の新型車両はデザインが奇抜だったり、凝っていたりする車両が多いよな。昔のようにスタイルが均一っていう感じじゃなくて、それぞれ会社ごとに個性を出してるね。近鉄だったりデザインを一新してきたところも見受けられるね。でもそんな中でも、JR 九州ってめちゃくちゃ新型車両が奇抜だよね。実は、そんな JR 九州なんだが、そのデザインの奇抜さゆえに、左遷されたり製造終了したりした車両がいるんだよな。JR 九州のデザインの奇抜さが生んだ名車両とかあるんだね。ということで今回は、電力の無駄遣いに苦情に転属、デザインが奇抜すぎて名車両とかした新型、JR 九州821系について解説していくぜ。名列車解説。注意、この解説には引用やうぷ主の適当な解釈や個人的見解などがありますが、もし間違った点があればコメントでご指摘お願いします。では本編をどうぞ。九州新幹線や九州の在来線の様々な路線を保有し、福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、熊本、鹿児島と、様々な地域を結ぶ JR 会社の一角、九州旅客鉄道株式会社、JR 九州。そんな JR 九州は2010年後半になっても、一部の区間で老朽化が進んでいる車両を走らせていたりしていて、特に北九州地域は国鉄時代に製造された415系を引き継いで、門司港までの区間や関門トンネルを渡る区間など、いろいろな路線で走らせていたのぜ。415系の中でも種類があって、見た目だけると、大昔の古き良き国鉄スタイルの415系0番台、パッと見は211系のパクリのように見える、ステンレス製の415系1500番台の2種類が在籍していたぜ。この2種類のうちの0番台の型の老朽化がかなり深刻で、1970年代に製造された古い車両かつ、普通構成という状態が重なって、車体が錆に錆びていたぜ。そこで、JR 九州はこの老朽化している415系0番台を粉砕、さらにサービス向上を同時に図ろうということを考え、次世代の JR 九州の新型車両を製造することとしたぜ。また、新型車両を製造するにあたって、同時期に製造されている車両をベースにして、コストを削減すると同時に、デザインは見事にいつも通り、新幹線含めた JR 九州の車両デザイン常連の三手岡 AG さんが担当するということになったぜ。そうして製造された車両こそが JR 九州821系電車だぜ。車体は、817系などで採用されている、アルミ合金の大型アルミ中空トラス型材を利用したダブルスキン構造を採用し、815系などと同様、ブアーの部分だけ塗装するという形にしているぜ。前面デザインなど含めた基盤の部分は、大体は YC1 系に準じていて、YC1 系のイカ釣り漁船専用列車、野球場ナイターなどとも揶揄される、車体の縁取り部分に LED を配置するスタイルも引き継いでいて、YC1 系がイカ釣り漁船機動車と言われたのに対して、こっちの821系はイカ釣り漁船電車と言われているのぜ。行き先表示器は、YC1 系と同様にフルカラー LED となっていて、日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語を映せる仕様となっているぜ。また外観の部分で YC1 系をベースにしているけど、車内ももちろん YC1 系をほとんどベースとしていて、なんと床の模様、天井の形状、裾仕切り、空調装置ともども、YC1 系と同じになっているぜ。一応 YC1 系と違う点としては、4カ国語対応の LCD があるのと、モケットの色が少し違っていたりする点があるぜ。制御装置には最新の三菱電機製フルシック MOSFET を採用し、主電動機は前閉自霊式の3層誘導電動機を使用することで、従来の車両よりも静粛性を高めているぜ。台車では305系に引き続いて、川崎重工製の軽量ボルスタレス台車を採用していて、本線系統での快速などの高速運転の際の揺れを抑える目的で、台車には溶断波が設けられているのぜ。この821系は、運用の効率化や、運用をスムーズに行ったりするべく、821系以外の車両、811系や813系などとの連結が可能となっている上、813系の連結など、貫通型同士の連結では通り抜けが可能となっているぜ。そんなイカ釣り漁船電車こと821系は、製造後数ヶ月試運転を行った後、2019年の3月16日のダイヤ改正以降、811系との連結を中心に、多形式と連結した7両編成で、鹿児島本線の小倉から荒尾で、普通、区間快速、快速列車として幅広く活躍していたぜ。また415系の0番台の10連運用を、この821系の10連運用に粉砕、さらに大分や熊本に進出するなど、順調に活躍範囲を広げていたぜ。しかし2022年9月のダイヤ改正にて、821系が左遷されることとなるぜ。2022年9月のダイヤ改正では、西九州新幹線の武雄温泉から長崎の区間が開業すると同時に、様々な車両の運用調整がなされたぜ。その中で415系の0番台が完全に粉砕、車両更新がされたんだが、なんと0番台を粉砕たのは821系ではなく他の車両。そしてなんと821系自体は熊本の方へ左遷されて、ワンマン運用を中心に運転するように変更となったぜ。一応熊本地区以外にも鹿児島本線の運用や筑豊本線の運用など、様々な運用がされるものの、ほとんどがワンマン運転という、かなりもったいない状態となってしまっていたぜ。そしてこの左遷された理由の一つに新型感染症による運用減少、あとは噂程度ではあるけど乗客や運転士からの不評が挙げられるぜ。
821系の LED を全部つけて運用していた際、客からは目が痛くなる、不愉快などとかなり酷評で、また運転士からはすれ違った際に、光が強いから、ライト弱めても目を痛めたりするなどとこちらも不評。その結果2021年後半から2022年あたりから、前面の縁取り LED の使用をやめていて、また同系列の YC1 系も同様の状態になっているぜ。さらにこのライト以外にも、パンタグラフの下にライトを入れて、パンタグラフを見やすくするとかいう無駄オブ無駄なライトもあって、こんな無駄な装飾が重なりまくった車両なので製造費が高いため、感染症による利用客減少で大きくダメージを受けた JR 九州は、製造費高くて製造できない。という形になってなんと3年間で10編成製造しただけで製造打ち切りとなったぜ。このようにデザインに苦しめられた結果、左遷、製造終了という悲劇を味わった821系だが、現在でも熊本や筑豊本線の方で元気に活躍しているぜ。いやぁ、パンタグラフの下のライトはさすがに無駄すぎる。未透過デザインはデザインに注力しているけど、強制的にって考えたらさすがに感染症の影響には耐えられなかったね。まあデザインも大事だけど、状況とかも考えてねっていういい教訓にはなったんじゃないかな。まあ次製造した車両は821系の二の舞にならないことを願ってるぜ。ということでみんなも九州に行った際はこの821系含めて、イカ釣り漁船のようなライトを持った奇抜な新車に乗車してみてくれなのぜ。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいよ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃあねー。